ご覧の皆様、こんにちは、ホッセルと申します。サイコブレイク、続きをプレイしていきましょう。馬の像の仕掛けを動かして、穴が開いたと。そこに潜ってきた。この先に進むことによって、仲間の女の救出をすることができるのか。できれば救出して、とっとと逃げ帰りたいところ。ねえ、暗いんだけど、外はまだ明るいのにさ。またく、ああ、怖い、怖い。これは怖い。ジョセフがいなかったら多分進めねえわ。また投げるとこだったわ、ゲーム。ジョセフありがとう。あ！またあ！あ！中何入ってんのかな？わかんねえな。中何入ってんのかな、これ。何入ってるんだろうね。何入ってるんだろう。最後まで謎のままだったわ。こっち行けばいいのかな。いや、ここは警戒しながら進むぐらいでちょうどいい。ジョセフ、お前も状態を低くしてついてこい。何かあるか分からんぞ。暗いの怖い。お、ちょっと明るくなってる。けど、その光に優しさが全くない。ろうそくの明かりか。なんか、SM 部屋みたいなところに来たんだけど。どんなプレイされるんだろう。アイテムとかないのかな。お、檻の向こうに、あ、何かあるわ。壊せそうな木箱がある。向こうにも行けそうだね。ジョセフがああいう風に単独でちょろちょろ動き回るっていうことは、敵は出てこないのかな。この数字は何でしょう。こいつはこいつで。意味があるように思えない。ちょっと待ってください。前にメモしたことが。3597。ただこの生贄を正しき祭壇に捧げないといけないよ、ね。一文字に切り裂かれているのはどういうことかな。三と五と九が。開くために。頭使うことは任せるわ、ジョセフに。あ、こっちから行けるね、向こうに。樽や木箱を壊して物資を回収しておこう。瓶詰めの脳みそと、これは何？ハープンボルトか。残念ながら持てねえわ。アガニクロスボウのボルトは限界まで作っておかない方がいいのかもしれないね。もしかして次敵が出てきた時に、じゃあハーブンボルト使おう。生贄を正しく捧げるってどういうことだろう。なんかレバーらしきものもあるけど、これ動かせるのかな。これもまたよくわからんぞ。どうなってんだ。順番に操作できんのかな。よいしょ。どういうことだ。このまま先へ進んでいいものか。ちょっと待て。生贄を捧げるとはどういうことだ。5と3と9にこう人を落とせばいいってことなのかな。
俺も一応動かしてみっか。うわぁ、よいしょっと。これでいいのか。ここはレバーが壊れてて動かせなくなってるから、3と5と9って書いてあるところにこう人の形をした何かを落とせばいいっていうことなのかな。突っ込むぜナムさん。すいませんでした。何か聞こえただって。何が聞こえたの。これで先に進めるようになったのかな。突っ込むぜ。あ、いけた。よっしゃー、来たぜ。正解だったよ。ちょ、お前しれっと出てくんだよ。燃やしていい。よくそんなとこ乗れんな、お前。たださ、斜線の入った3つの数字に生贄を捧げるのってさ、最初にゲームオーバーになった時に試さなかったっけ。なんでだ。めちゃくちゃ迷ったけど、おかげで。気のせいかな。まあいいわ。よしとしよう。天気やすと暗いよ。ああ、思わぬとこで時間食ったぜ。だが、慎重に進むのは、怠らないようにしないと。また何が起こるかわからないからね。結局壁に刺さってたハープンボルト取らずに来たわ。敵出てこなかったからで。さあ、暗い一本道を進むと、なんだここ。なんかいるけど。ああ、ごめんなさい。そんなつもりじゃなかったんです。ついついさ、バイオハザードのつもりで構えようとして R1 を押しちゃったわ。普通に発砲しちゃった。お、お薬。しめしめ。こっちに行けるね。だが、行こうとするとあれが動き出すんじゃねえのか、ひょっとして。墓地地下実験室の式その1、死にかけていた双子の孤児が生き延びられたのはきっと神のご加護だ。死体の洗礼を受け与えられた薬を飲ませただけで、それが洗礼なのか。兄のノインも弟ツエーンもたちまち回復し、異常な速度で成長し始めた。双子とはいえ、なぜかノインもツエーンも全く同じ数値で成長を続けている。薬剤投与後12時間、 122.4cm、 28.2kg、 膝と腰の痛みを訴える。そりゃ急激に成長するとさ、成長痛的なものも大変でしょうよ。わ、さらに12時間後にはもう身長3センチも伸びてんだけど、どうなってんのこれ。あ、すげえ、伸びるペースが速くなってきてる。すげえな。どういうことだ。あ、これがその双子の、何かしらってことで。これ敵として出てくんじゃねえのか。
なんか明らかにヤバそうな含みなんだけど。どうしよう。ねえ、どうしよう。教えてくんない？いや、さすがにだけどここまでさ、体欠損してたら、ここ破れて出てきたところで大した脅威じゃないでしょ。安心して先に進もうか。安心して、安心して。大丈夫、大丈夫。パリーンとか絶対聞こえないから。大丈夫だから、そういうのは。なんか聞こえるけど。あ、狼か！狼がどうのこうの言ってたな。獣の声がする。やめて！あ！近い近い近い。近いわ。ジョセフ、ついてきてる、ちゃんと。は？墓地地下実験室の指揮その2、住人が祭壇と呼ぶ地上の石碑かな。毎月必ず供物が運ばれてくる。ちょっと字が潰れて読めにくいんだよね。2体4体3体5体4体7体6体で、なんて読むの。何々の番犬は変わってしまった。あの双子のように異常な成長を始めた。今日だけで6体を食いつくし、追加を要求して吠える。ちょっと怖いけど、これ巨大化したなんか狼出てくんじゃねえの。字が潰れて読めないのマジで勘弁して。世界観もっと知りたいから。速攻出てきたじゃねえか。こいつじゃねえか。絶対この檻開くだろ。ねえ、この面構えよ。その目瞬きできんのかお前。すごい目見開いてるけど、これもひょっとしてエレベーターになってて、今度こいつと一緒に乗らないといけないってことないよね。それは大丈夫か。うわ、これは出てきそうだわ。あの寝てるのってどう捉えればいいの。衰弱してんの、それとも単に眠ってるだけ。怖いよこれ。追いかけられんじゃねえのこの狭い通路。パリーンはやめてね。パリーンは檻だからパリーンはねえか。許して。お願い！助けて。あ、扉がある。早く外に出よう。開いた。行くぜ。なんとか封印したのか、これで。彼を封印することに成功したのか。こっちはなんだよ。なんかアイテムありそうだけど、ありそうでない。ありそうでない。あ、こっち側からひょっとして出てくんじゃねえのか。なんか聞こえてくるわ、ぐるぐると。やめて。とっとと出ちゃおう、出ちゃおう、出ちゃおう。開けてくれ。あとさ、爆弾解除といいさ、ジョセフばっかり仕事してない？やっぱり出てきた。怖いよ。怖い。何、変なとこに口ついてる。何あれ。僕も今度からちゃんと働くんで許して。ジョセフばっかりにさ仕事させないから。どこ行った。ママ！ねえ、撃てない撃てない。構えて待ってればいいのかな。こっちに行ったよね今。普通にいいんじゃねえかここに。死ねこら。おっと危ない。まるで闘牛士。また隠れてった。隠れてった時は離れて様子を見よう。あ、無理です。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。焦って武器を構えるボタンを押しちゃったわ。ダッシュするつもりだったのに。ジョセフ完全に気絶してんじゃん。うーわ、マジか。やろうか。狩猟の時間だ。
そして敵の目の前のショットガンの弾を堂々と拾って、おっぶね、草むらの中には隠れさせんぞ。よし、わかった。ここはハーブンボルトで本格的な狩猟をしよう。さあ勝負だ、かかってこい、どこからでも。さあ来るがいい。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、どこ行った、どこ行った、どこ行った、あ、いた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 、また隠れやがった。クソ、動きが早すぎる。当たらない当たらない当たらない、そこにいるだろ。あれ、ジョセフ早く起きろ、起きるんだ、どいて。この野郎、くそー、卑怯だぞ、出てこい。あー、向かっていってどうすんだ、向かっていってどうすんのよ、決めとこ、今のうちにもう一発決めとくか。やっぱりショットガンが最撃退のような気がする。おっと、危ない、うわっ、どこ行った、すぐいなくなる、あそこか、あんまり効いてないような気がする。ハーブンボルト、うわ危ない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 、おっと危ないね、そこにいいんだろ、ダメだー、動きが速すぎてマインボルトが当たらない、なんなんだ今のは、汚ねえぞ、はぁ、あぁ、倒した、珍しくゲームオーバーにならずにボスを撃退することができたね。あ、今一瞬どうやって入ったのかと思ったわ。まだ生きてんじゃねえのか、あいつ。声聞こえるけど。どうした？さっきメガネ落としました。嘘だろう。よく無事だな、メガネよ。メガネだけ取って戻ってくることってできないのかな。くっそー、行かないといけないのか、わかった。そしたら今回この辺で終了にして、次回ジョセフのメガネ救出作戦。ではありがとうございました。